改革担当長こちらかな。あ、こんにちは。はい、こんにちは。お世話になります。どうも。はい、あ、牧部長どうも。はい、牧部でございます。よろしくお願いいたします。あ、どうも。あ、なんでもあれですか。今度天王寺動物園が100周年。はいはい、あ、おめでとうございます、はい、あの今度の正月で、はい、天王寺動物園100年になります。あ、部長は公募で、昨年の、はい、夏に、ここに入られたんですよね。はい、7月から参りまして、はい、まあ、大体今半年くらい、はい、いかがですか。もともと大阪の方でしょうけど、はい、あのどうですかこの天王寺動物園というのは。はい、まあ、私、まあ、こう、まあ、東京で勤めてましたけども、もともと大阪出身 で、うん、あ、そうですね。まあ、子供の頃から来てたのは天王寺動物園ですから、あ、はいはい、まあ、思い出のある動物園なんですけども、まあ、あのここの改革担当ということで参りまして、うんうん、はい、まあ、今動物園をもっと元気にするために頑張って。なるほど。え、なんでも前は文科省におられたって、はい、ほんまですか。あの文部科学省という中央官庁で仕事をしておりました。あの動物園とは関係ない仕事なんですけどね。ちなみに何でまたここに来られました。あの私あのプライベートでは動物園マニアでございまして、動物園マニアの世界ではまあまあ有名なのかなと思っております。なるほど。今ね、僕壁でえらいもん見つけましたよ。はい、え、これ何ですかこれは。あのこれはあの昔あの、テレビ東京が作ってますテレビチャンピオンという番組があったんですけども、それに動物園に詳しい人の選手権、動物園王選手権っていうのがあの開催されたことがありました。でその時に私も出まして、あの優勝をしていました。なんと優勝されたんですか、はい、すごい経歴やな。はい、で今ここに、はい、ねえね、部長として来られて、はい、あ、すごいな。でマスター100周年の時に、はい、ね、まあ、まさに天職だなと思っていますけど。そうですか、はい、じゃあ、まあ、今年が明けましたけど、はい、今年の抱負一つよろしいでしょうか。はい、今年まあ100周年、をまあ動物園迎えまして、まあ、100年やってきたことってのは相当すごいことだなと思っているところなんですけども、まあ、これからあの我々、まあ、次の100年頑張っていけるように、うん、まあ、次の一手をどんどん打っていくべくいろんなことを考えて検討していきたいと思っています。そうですか。あ、どうもまたありがとうございました。今年もまた来ますほんならね、みんなね、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。どうも。